宇宙のスカイラーク。宇宙のスカイラークは、1928年に SF 作家イー・スミスによって発表された SF 小説である。1915年から1921年までの間に執筆された。SF 史上、人類が初めて銀河系外に飛び出した作品で、同じ作者によるレンズマンシリーズと並んで、スペースオペラにおける普及の名作の一つとされる。 物理科学者、リチャード・シートンは、プラチナを生成した残砂の排液から未知の金属を発見した。その物質、X 金属は、驚くべき特性を持っていた。特殊なサイクロトロンである、ワッチトロンの発生させる場の影響下で銅と接触すると触媒として働き、銅が100%の効率でエネルギーに転換するのである。シートンは、親友で、 ロケット研究家の大富豪、マート・クレインの発案で、このエネルギーを利用した宇宙船の建造を開始する。シートンの婚約者ドロシーは、この宇宙船をスカイラーク号と命名した。しかし、ワッチトロンの開発者デュケーヌがそれを察知。彼は悪徳鉄工業者、ワールドスチール社と共謀して、シートンを殺害し、X 金属とそれに関する研究記録を奪おうと、 する。シートン殺害には失敗したものの、X 金属の一部と研究ノートを手に入れたデュケーヌは、スカイラーク号と同じシステムの宇宙船を建造し、ドロシーラを誘拐、地球圏外へ逃亡する。デュケーヌと結託した、ワールドスチール社の妨害にもめげず、不眠不休で、スカイラーク号を完成させ、デュケーヌを追いかけるシートン。一方その頃、デュケーヌの宇宙船は、 事故で暴走し、高速を遥かに超える加速度で太陽系を超えてしまい、死んだ太陽の重力移動に落ち込んでしまう。しかも燃料である銅の残量はゼロの絶対絶命であった。カッコ内は日本語訳題。ありがとうございます。